大阪府の吉村博文知事44が30日生出演した読売テレビ朝パラ2時間スペシャルで愛知の大村秀明知事60が大阪で医療崩壊を起きていると発言したことに対して、大阪で医療崩壊を起きていないのになんで愛知の知事に言われなきゃいけないのと、小池さんは自分のところに集中しますとスルーされていたので、僕もそうしたらよかったと思うんですけれど、医療関係者に失礼と話した。勘違いを解くために、機会があれば2人で飲みに行ったらと話を振られると、もともとちょっと合わないと冗談めかしながら拒否した。